こんにちは、アルです。さあ、今日はこちらについて調べていきましょう。じゃじゃん。ショーンさん。お、久しぶりだね。ありがとうございます。アルさん、サーモンランの小ネタです。研修の基本の方を大物鮭を倒さずに終えると、隠しゼルフを言います。へぇ、はい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 。かっこ、あとガチャの汚れはガチャマシンをよく見てみるとわかるのですが、水が入っています。これ、後ほど見てみましょう。まずは、研修。この研修がね、3では何回も受けれるんですが、基本の方、あの、大物鮭と戦うやつね。これで、一匹も倒さずにやってみましょう。クマさんに怒られたりするんかな。100匹倒してもね、特に何もなかったんよ、これ。バッジがもらえるかどうかみたいな、前ね、検証はやったんじゃけど、ね、ボム職人が生まれただけだった。よし、やっていこう。じゃあまあ、やっぱり、この方に登場してもらいましょう。モグイチ？あ、モグイチ来た。モグイチ？ここだよ、モグイチ。あー！美味しいかい、モグイチ。大きくなるんだよ。あ、もぐいち。鮭にやられたり、海に落ちてしまうと、浮きはタンク状態になってしまう。良くない状態だね。まあ、一回負けるとね、こんな感じで。だが、仲間にインクをかけてもらうことで、元の状態に戻ることができるんだ。今日は特別に私が洗い流すからね。っていう感じで、復活させてくれるんですけど、もうすぐね、もぐいちに、餌をあげましょう。で、2回ぐらい負けると、じゃあ3回目か。なんかね、何回か負けると、クマさんがね、もういいよみたいな感じで、まあ、優しく言ってくれるんですよね。ふむ、どうやら苦戦しているようだね。この鮭は一旦放っておこうか。これで、ちょっと基本、やめてみようか。研修終わる。終わります。お疲れ様。じゃあ、今回の研修はこれでおしまいにしよう。あ、これじゃないのか。どうやらこれじゃない。もう倒さずに、戦わずにか。なるほど。ちょっともう一回やってみますね。多分この状態で、戦わずに終わってみよう。終わります。帰ります。おや、誰とも戦わなくていいのかい？ふむ、じゃあ今回の研修はおしまいにしよう。あれ？優しさが逆に怖い。何やっても怖い。なるほどね。もうそれ以外は研修ないよね。基本の木も特に変えようはなかったもんな。タイムアップになったりしたし。それもちょっと調べてるんで、こちらの動画を見てみてください。OK! じゃあもう一個の方ですね。ガチャの汚れはガチャマシンをよく見ると分かるっていう。ちょっと、ロビーに行ってみましょう。はい、これ何かっていうと、この、何日か前のね、動画でね、この、ここが汚れてるんですよ。ガチャの下がね。で、これ何なんですかっていう。いや、調査依頼があって、僕がね、ガチャにかけた熱き、イカ、タコたちの、熱き汗と涙と、よだれっていう風に言ったんですけど、なんかね、その動画のコメントでみんなが教えてくれたのは、ガチャの中の水が出てるんじゃないですかって言ってるんですね。でもガチャの中に水なんか入ってないじゃんって思ったけど、実は、見てください。入ってました。これ、なんかね、浮いとんよね。浮いとって、しかも、ぷく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 って泡が出るけ、これ水入ってます。ただ、そうするとここひねっただけで出てこないね。ガチャって重力でさ、一個、一番下に落ちてるやつがぐるっと回して出てくる状態だけ謎すぎるし、なんで水が入っとんかわけわからないね。何で、じゃあこの中の液体は何なのかっていうことになりますよね。それが僕が導き出した答えとしては、ガチャにかけた熱きイカタコたちの熱き汗と、え、なんだっけ、汗と涙とよだれです。結局、汚いんですね。オーケー、次行ってみよう。じゃじゃん。七種ののんべえさん、ありがとうございます。小ネタです。金目鯛美術館のリス地をまっすぐに進んで、一段下がったところに展示があるんですが、作品なのかプレートもあります。展示の形が丸々です。塗ると分かりやすいかも。なるほど。これは散歩に行くしかないな。あそこのおばちゃんに話しかけよう。どこに行くんだい？金目鯛美術館です。あいよ、任しときな。しっかり捕まってな。あ、おばちゃんが乗せてってくれるんだ。一段下がったところ、ここか。ここに、展示があったりするのかな？これじゃないな。この足元の分じゃないな。プレートあるけど。
でも展示じゃないよな。俺美術館あんま行ったことないんだけど、美術館ってこういう風にぐるぐる回るもんがあるんかね。なんで回るんじゃん。いやこれルールによってないかもしれないな。これ何これ、ちょっと他のルールにしてみようか。基本的にこの辺は変わってない。やっぱこれかね、この足元のやつ。いやこっち一段下がったところ、これ下がりすぎかな。あーこれだ。おーすげえ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 。イカじゃないこれ。ここにイカって書いてあるもんね。イカって書いてあるよ。これイカって、あ、消えるんかい。あ、すげえ。これすごいやん。へえ。あ、あるわ。縄張りでもあったわ。イカって書いてあって。すごー、これ。イカだ。これ反対がタコとかになっとったらすごいよね。お願いしますよ。任天堂さん。じゃじゃん。イカですね。これはイカですね。すごい。イカって書いてあるもんね。へぇ。うわ、面白。あ、ここの、ブツブツだけ、濡れんね。でさ、この辺の、この辺の足場、ブツブツは、ほら、濡れるじゃん。展示ブロックはね。あそこだけ濡れるってことは、まあ、発見してほしいよってことじゃもんね。すごい。いいか、じゃあ。じゃじゃーん。俺、ワンのステージはね、もうほぼ初見なんで、もしかしたら、ワンの時にあったよっていう小ネタも、僕知らないことがあるんで、教えてくださいね。オーケー。じゃじゃん。スカイさん、ありがとうございます。アルさん、ロビーに入るとき、スピナーで打ちながら入ると、時間差でメニューが出てきます。知っていたらすいません。採用お願いします。ロビーって、ここ、この中ってことかな？スピナーで、打ちながら、あらー！ああ、なるほど、なるほど。ああ、なるほど。ほんとじゃ。普通は入ったらすぐ出てくるんかいね。あー、はい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 。ただ、打ち終わるまで待ってくれますよと。なるほどね。俺、ハイドラ持ってねえのか。しょうがねえ。よし、ハイドラ装備。これでいけば、一回入って、出てこれるんじゃない？おらー、か、奥の壁に立ち。おらー、出た出た出た。よっしゃー。セーフ。ちょっともう一回。おらー、奥の壁に立ち。おっしゃー、らら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 、セーフ。みんなもこのロビーポットチャレンジやってみてください。オーケー。バレルとかじゃできんよね。早いもんね。ほらー、ちょっと怖いねー。でも歩くのも早いのか。行ってみようか。ほらー、タッチ。ほらー、よっしゃー。ダメだった。待って待って、どこで判定があるかな。あー、なるほど。いけるいけるいける。この緑のところはまだ大丈夫じゃけ。行くよ。ほらー、タッチ。出ろ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 。うわー。お、出れた。おっしゃー、ロビーポットチャレンジ。バレルでも成功しました。オッケー。いくらを取ったら即終了。痛風は辛いをやっていきましょう。さあ、今日はどこだ ?1 の7やった。次だな。あ、これ一瞬で終わるじゃん。これはすぐできるわ。ああ、ダメなのか今の、ダメなのか。今良さそうだったよね。OK。はい。デモンストレーションはこのぐらいにしておいて、9ですね。くつろぎと、くつろぎと開放感、木漏れ日のプロムナード。ストリンガーを使ってゴールしましょう。行ってみよう。楽しそう。さあ、この痛風は辛いよという企画なんですが、イクラを取らずにヒーローモードをクリアしようという企画でございます。もちろん落ちとるのもダメだし、敵を倒してもダメだし、あとね、オレンジ木箱を倒してもダメなんですよね。
ああいうのオレンジ木箱あるじゃん。あれ壊すといくら出てきますからね。え、これ敵倒さないけん。そのまま行ってみようか。え、敵が倒せないんで、ワイヤーになるってくるんですよね。オッケー。いや、いけるな。いけるいける。ほらほらほら。ああ、やばいやばい。ごめん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 。ごめんごめんごめん。わざとじゃない、わざとじゃない。バレてない。イクラは落ちてないね、全然。この3のヒーローモードってね。ただ、敵はいっぱいおる。でも余裕だ。オッケー。シュッシュッシュッ。シュッ、危ねえ。イクラが全然ない。敵は倒さんでいいよね、ここね。多分、すり抜けが可能。あ、ここは倒さないとダメかな。待ってよ、このタックンたちは倒さにいけんかった気がする。倒そうか。うわあ。ん、いいよね、タックンだけ倒せば。オッケー。はいはいはい、オレンジ木箱は壊さないよ。お、ちょっと難易度上がってきたかな。いけー、突入だー。よしよし。よしよし、たっくん、たっくん、たっくんごめんね。あー、ここはね、倒さにいけんかったな。でも最低限だけだから、いや、倒さずに、あれ、上に登れるんかな？ダメか。ちょっと待ってよ。上に行っちゃうんだよな。タックン、タックン、タックンどきなさい。タックン倒したので最初からです。やべえ。あそこ撃つとイクラが山ほど手に入る。タックンをここは殺めないと進めないんで、タックンを。よし、やっぱタックンは やらねえいけんのだな。危ない危ない危ない。やー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 いいぞいいぞ。ここのタックンがクセモノ。えい、よし。あー、やばいやばいやばい、危ない危ない危ない。お、オッケーオッケー。ほい、ボン。よし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 。おい、タックン、あー、タックンどきなさい、タックン。あれ、爆弾は。よし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 、開いた。おし、おー、危ねー。意外に簡単なんだよな、3の痛風は辛いよ。あ、記録更新。OK! という感じで、このチャンネルではですね、小ネタの動画と、さっきのね、縛りプレイのね、ワンセットで、なんかお得なハッピーセットみたいな感じで動画を作っておりますので、ぜひチャンネル登録をして、応援をよろしくお願いします。もう少しで17万人登録者が行きますので、ぜひよろしくお願いします。あとね、小ネタ見つけたよっていう時は、YouTube のコメント欄でご記入をお願いします。全部読んでますんでね。あと、登録してくれてる方のことは僕は全員覚えてますんで、顔と名前と、血液型と、星座ぐらい。まあ、覚えてますんでね。安心してください。オッケー！じゃあねー！バイバーイ！チャンネル登録よろしくねー！